ご視聴ありがとうございます。リラクヤの花澤です。この度はご報告とちょっとしたお願いな感じで動画をアップします。個人的なことですので、非常にほとんどの方にとってはどうでもいいようなことなので、花澤に興味があるという既得な方のみご視聴をお勧めいたします。以前にですね、世界の指圧試験さんがアップしてくれた動画で、私花澤が彼氏募集をしているという胸を上げて、その後っていうなんかちょっとそういう動画も一つあってっていう流れだったんですけれども、その後日談的なことでございます。一応めでたくですね、1週間ほど前になるんですけれども、彼氏ができたということですので、彼氏募集は打ち切りましたっていうようなご報告ですね。ちょっとね、複雑な話になるんですが、私は結婚しないで子供がいる状態なんですね。子供が欲しかったんですが、いろいろとこうちょっと環境都合が事情がありまして、結婚はしないでというふうな選択肢になりました。子供の面倒に限らず、ちょっと仕事の手助けだとかはしていただいている状態ですが、ちょっとそういう関係では男女関係っていう感じではないので、ちょっとそういう人も欲しいなっていうことがありまして、彼氏募集をしたっていうことなんですね。で、今回ちょっと、ありがたい、ご縁があって、こうお互いに好きだなと思える人と、そういう方に出会いまして、お付き合いする運びになりました。彼氏募集してたのは半年ほど、その動画を撮ったのは半年ほど前で、ありがたいことにこう複数名の男性から、お声をいただきまして、実際ちょっと交流もさせていただいたんですけれども、なかなかそのあまり発展はせずだったんですね。それでこの度ですね、ハッピーアワーで、なんか何ヶ月も前から知り合いではあった方なんですけれども、アプローチをいただきまして、すごい話しやすい人で、なんか一緒にいて楽なのと、話が楽しくできるのとで、私のことを結構褒めてくれたりとか、ちょっと気を使ってくれる感じがあって、好意を持ってくれてたので、で結構家が近かったりとか、そんなこんながありまして、お付き合いをしようっていう運びになりました。私とは違って、縦にも横にも大きい人ですね。2歳年下の人です。まだ付き合い始めて間もないんですけれども、お互いに居心地がいいとかはありまして、結構今日もいっぱい電話で話したんですけれども、お付き合いを続けていけるかなという気持ちなので、せっかくこうご応募いただいた方には申し訳ないのですが、そういう形で、お付き合いする方が決まりまして、彼氏募集はしておりません。で、温かく見守っていただければなと思っております。仕事も頑張るし、人付き合いとか
もそうことも彼氏のことも大事にしていきたい、いければなと、それで、まあ、また成長できればなというような気持ちでおります。ご報告と、まあ、お願いはそんな感じなので、特に何かが変わるとかは今のところないです。助け合いで仲良くやっていければなと思っております。変わらぬご支援、皆様これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでした。まだまだそのちょっとこの先のことはどうなるか分かりませんけれども、とりあえずご報告ということで、ありがとうございました。また動画をアップしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。